はい、どうも皆さん、トライアングルです。というわけで今回も、ギアビブスルフィ狙っていくんですけど、前回はもう散々でしたね。もうガッチの散々だったので、今回はまた、チケット2枚買ってきましたので、チケット2枚でやっていきたいなと思います。頼むぞマジで、リカ、本当にニカお願いします。ニカさんお願いします。ちょっとね、本当にちょっと今回ちょっとクマを握りしめ、あのね、幸運なんかね、あなたの運気を激アップ、クマクマオは幸せ持ってくるっていうね、あの幸せを呼ぶクマクマオっていうものがあるんですよ。それを僕今握りしめてます。はい、ごめんなクマクマオ、お前あの握力僕60あるから、あの本当にあの握りつぶしたらマジでごめん。いきます、いくぞクマクマオ、いきます、来い来い、やばい、頼む、あー、おい仲間いないよ、いきなり仲間いないって、人望ないって、あー27だって、マイナス2ポイント。現在はここで頼む、気持ちさすがに気持ち、よし危ね、いやーでもマイナス2ポイント、20連でマイナス2ポイントは正直厳しいぞこれ。ほぼ多分1体2体かないて、どうなんだろう、3体は多分ないと思うんだけど、スネークマンとかはないでしょ多分。だからもうバウンドマンでもう神引きを狙うしかねえ。頼む幸運を持ってきてくれ、お願いだ、やだもうやだ、もう本当に2か早めにゲットしたいんだ、頼むって。45,000、まあどちらにしてもね、45,000はやると思うんだけど、でもその1体ゲットしてもう1体っていうのが一番いいから、いや本当にマジで、いや待って、確定分しか来ないこれ、確定分1体なわけないよな、マイナス2ポイントだもんな、アタッカー、いやまだあるでしょ、さすがに1体はない、絶対1体はないから。はあ、いやもう1体行くぞ、ちょっと待って、抑えるんだ、仲間いる、はい仲間います、宝箱あります、もうフルエースじゃないともう期待できないよ、もうフルエースじゃないと期待できないよ、何かもう、もう信用できないよバウンティーさんが、僕マイナス2ポイントで20連で行きたいってどういうこと。よしフルエース頼むぞ、フルエースなんだな、クマクマ連れてこい、連れてこいクマクマ、まだ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 1体目、まだまだ最初だ、まだ始め、いやーアタッカー違う、バウンドマン本物のバウンドマン出てこないで、もうタダでもらえるんだから、無料でもらえるんだから、もういいんだよバウンドマンは、ギアフォースじゃない、ギアビブスを持ってこい、もう頼むって、もうギアが来たってタイトルにつけちゃうぞ、ギアが来たって嘘じゃないからな、頼むフレンズだろ、フレンズだったらあとディフェンダーじゃないかー、もうやばいよ、終わっちゃう、終わる、僕の2万円が終わるよ、消えちゃうにゃ、こんな簡単に溶けるもんなのかお金って、待ってくれ、僕の1ヶ月の食費2万円だぞ、頼む俺の食費が一瞬で溶けるのか、まだ最後に1体確定があるからな、確定分、クマクマをクマクマを持ってこい、持ってこい、ディフェンダー持ってこい、クマクマをクー、まだまだ修行が足りんわ、やばい、ちょっと待って、本当にやばい、もうし とりあえず星4最後一応確定チケットあるんで、これだね、これ引いていきましょう。いやしこれさらにもう一周しないとさ、ギアビブスルフィ入んないって、マジこれマジ、ここで来てもいいんだよ、星4から1体確定チケット来ていいんだよ、頼む、これがギアビブスルフィであってくれ、そんな淡い期待を込めて私はガチャを回す、しかし星4といっても結局は確定じゃなければ出てこない、
い、というわけで、ああアクセス集中してる。もう今頃引いてる人いっぱいいんだろうな、てか当ててる人いっぱいいんだろうな。いいな、羨ましいな、羨ましいな羨ましいな。はい、というわけで、じゃあこれ最後引いていきましょう。バウンドマンと麦わらのルフィの一味2人確定です。はい、これがなんだ、3時か、3時、もう1体が誰さあ、ゲッター、あー、ナミさんね、ナミさんからの最後がバウンドマンと。なるほど。はい、おお、なんかこの影なんかかっこいいんだよな、この影がな。はい、でこれでバウンドマンレベル何レベル、80レベルか、80レベルになりましたと。そしてサンジ君も80レベル、ありがとうございます。ありがとうございます、ありがとうございますありがとうございますなのかな、わかんないけど、うん、いやー、まああともう一周すれば、まあ2かゲットできるので、もうそれでも、あとはもうダイヤの可能性あるな、これ。もう確定分まで引いて、もうダイヤ集めて、もう一気に100レベル地道に頑張ってく。いやでも言うて、もうあの800個はかけらあるから、だからまあ全部、まず60レベルから全部使うじゃん。でそっからあと400個貯めればいいから、最悪まあリーグ報酬で毎回課金すれば、チャレンジバトルで70、リーグ報酬で40ぐらいもらえて、で100個、だからまあ4シーズン目ぐらいにはレベル100にはできると思う。でさらに配布のかけらもあるでしょ、配布もかけらもあるから、まあそれ含めると、まあ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 って感じなんでまあちょっとまあでももう一体欲しいよな、さすがにな、できれば70レベルからやっときたいな。うーん、きつい。はい、というわけで、あれからちょっと日にちって言っても数時間10時間ぐらい経ちまして、ダイヤ50個毎日のもらえたので、もう一回引こう、もう一回行こう、これまあちょっと諦めきれないというか、ステップアップガシャじゃなくてこちら行きます。で昨日の動画ぜひ見ていただきたいんだけど、もうサブでさ、でサブで10連で当たったんだけど、2か、こっちでも絶対当てればならぬ、行きます。あ、頼むぞ頼むぞ、来てくれ、頼む、来い。ねえ、ちょ、おかしいよ、おかしいだろ爆死ばっかじゃないか、ダイヤ全部爆死じゃないのこれ。ちょ、待って待って、おかしいよ、これはおかしいよ絶対。もう一回だけ、もう一回だけ60連目ちょっと行かせてください。はい、これじゃない、これだ、60連目いきます、もういきます、もう止められない私、いきますわ、レッツゴー、頼む、もう爆死はやだ、爆死やだ、よし仲間いる、頼む、まあ OK、 爆死じゃなきゃいい、もう爆死じゃなきゃいいレベル、うわー、やだ、マイナス2ポイント、あでも32、ここで金だったらマイナス2ポイントで挑める、超別の可能性が。はい、単発でいきます、単発でいきます、はいはい、ありえますでしょうか、単発で、はい、お疲れ様でした。よし、じゃあ行きましょう。これルフィどうなんだろうね、ルフィいる時もさ、ルフィアタッカーはゲッターになるからさ、もう基本的にいいよね、マムと重複しても多分大丈夫だと思って僕はちょっと挑みます。4レベルか、なるほど、星4かちょっとドキドキちょっとドキドキですね。いや夢、ルビーってさ、レベル差あると多分ほとんどダメージ与えられないと思うんだよね。あのやってみて分かったんだけど、そのレベルを80とかにして、で火力上げてかないと多分ね厳しい気はする。3つのスタイルに分けれる、確かに自由で強いんだけど、あの夢ルフィ、まあもちろん強いですよ、もちろん強いんだけど、びっくりした、強いてっていうかね、言うんだったら、そのやっぱりちょっと火力不足だし、火力不足だし、あとその器用貧乏になる可能性が非常に高いんですよね。あのルビーが、ここ任せて、これ任せて、でここで、いや打ちてえな、うん、もう行くしか、行くわ、いやこれ厳しいな待って、これきついきつい、いやでも
じゃあ、なんとかするしかない、これ。ちょ待って。どうしよう、どうしよう、これ、まずいって、待って、これ、きついや。誰が来てくれ、誰無理だな。ちょ待って。危ねえ、とりあえず。いや、ここで僕戦ってても意味ないんだよ、正直。ここで。まあでも、いけるか。いや、抜きたいけど、これ、誘う。はい、いける。オッケー、倒せる。何倒せない、まだ倒せない。いや、倒しきる。1、2、3、逃げる。あ、ね。いける、オッケー。これで倒しきれる。まだ倒せないか。これ抜こう。抜いて。誰もいねー、助けてくれー。一応これリーグバトルです、ちなみに。嘘だろ。なんとか抜け。いや、ここ抜いても意味ないよな、でも。いや、抜くか。痛い、大丈夫。これいけるわ、これ倒せるわ。ここよし、何当たってない、危ない。1、2、1、 OK、 KO。 まだある。マルコか、マルコきついな。倒しきれるか。1からの、はい、こうして、に大丈夫、絶対負けることはない。ここを抜きたいな、これ。とりあえずこれで、よし、吹っ飛ばしてからの、早く抜きたい。いや、まだ来る、まだいっぱい来るね、来るね、いっぱい来るぞ。いや、でも逆にここ今さ、ここで今引きつけてるから、いやー、ごめん、いやー、まずいね、これ本当にまずいね。おー、これ抜くか、で抜いてもらって、オッケー。全然ある、いける、これいける、ブーストかかったでしょ、抜くわ。今抜いちゃって、いける、まだある、全然ある、この3つ守れる、いける、オッケー、抜きに行こう、あと3つ守ろう、もういい、攻めなくていい、守り、絶対守るぞ、オッケー、いける、あとは、残り4、3、よし、抜ける、守れる、よし、守ったぞー、あぶねー、よかった、怖えー、マム、やはり、マムくん、まだ現役です、全然いけます、マムくん。いや、今これ、しばらくやってなかったからさ、S マイナスなんですよ。あ、S か、S。S だからこれが今できてるんだろうな、多分。よかった。よし。S プラとかになってきたら多分厳しいんだろうけど、まだ S だったらマムくん、戦います。これ、ニカが100レベルとか出てきたら多分、かなり厳しいんだろうけど。よし。はい、というわけで、今回はこの辺りで終わりたいなと思います。ちょっとね、まだ2回ゲットできてないんですけど、まだマムが健在だというところを、見せれたのかな。はい、というわけで、じゃあお疲れ様です。じゃあバイバイ。